ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。こちらはこのチャンネルにたまに登場するマサルの iPod Touch になります。ここ最近出番が減っており、あまり使わないものをずっと家に置いているのももったいないかと思いますので、今回こちらの iPod Touch を友達にあげることにしました。そこで今回はせっかくですので、Apple Watch に限らず、iPhone などそうですが、Apple 製品をリセットする方法につきましてご紹介したいと思います。Android を搭載している端末に比べ、Apple 製品のリセットはやや複雑ですので、これから iPhone や iPod Touch など、Apple 製品を友達にあげたり、あるいは売却したりしようと思っている方は、今回の動画参考になるのではないかと思います。では、早速その方法につきましてご紹介したいと思います。まずは本体の中に何か必要なデータがある場合はバックアップを取ってください。バックアップというのは、例えばパソコンにデータを保存したり、あるいは iCloud ドライブに空きがあるならば iCloud の方にデータを移動するなど、消したくないデータはとにかくバックアップしておいてください。その上で今からご紹介する操作を行います。まずはこの歯車のアイコン、設定アプリを起動します。設定アプリを起動しますと、一番上に自分の名前が出てくるかと思います。この名前の部分をタップします。そして次の画面で一番下までスクロールします。そうしますと一番下にサインアウトというボタンが出てくるかと思います。このサインアウトをタップします。次にパスワードの入力が要求されますので、パスワードを入力します。この場合は iPhone のロックに使っているパスワードではなく Apple のアカウント、Apple ID のパスワードになります。そのパスワードを入力します。パスワードを入力してリターンキーをクリックします。そうしますと今度はデータのコピーを本体に残すかどうかというところを聞いてきます。下にスクロールしてもし本体に残したいデータがある場合は各項目の横に出ているこのスイッチをオンにします。今回の場合はもうすでにデータのバックアップは終わっていますので、残す必要はありませんので、すべてスイッチはオフにしておきます。続いて右上に出ていますサインアウトというところをタップします。本当によろしいですかと聞いてきますので、右側のボタン、サインアウトをタップします。今回はデータを残さない設定にしていますが、データをコピー中と表示されるようです。しばらく待っておきますと、その画面が消えますので、元の設定画面に戻ります。続いて、今度はこの設定画面の中にある、一般という項目に行きます。この部分、一般というところを見つけてタップします。そして、少し下にスクロールしますと、リセットという項目がありますので、このリセットというところをタップします。では、こちらのリセットをタップします。そして、次の画面では、上から2つ目、すべてのコンテンツと設定を消去。この部分をタップします。パスコードを聞いてきますので、こちらに入力します。ここで入力するパスコードは、先ほど入力した Apple ID のパスコードではなく、お使いの iPhone だったり iPod Touch に設定しているロックを解除する際のパスコードになります。それを入力します。そうしますと、下の方に iPod を消去、iPhone の場合は iPhone を消去というボタンが出てきますので、そちらをタップします。そして、同じくもう一度出てきますので、もう一度タップします。あとはオープニング画面が出ますのでしばらく待ちます。はい。ということで一通り終わり。このような iPhone を初めて起動した時のような画面が出ましたらリセットは完了です。ということでいかがだったでしょうか。今回は今使っている iPod Touch を友達にあげるため初期化する様子をご紹介しました。ほとんどの場合友達に Apple 製品をあげるというよりは使わなくなった Apple 製品を売却したいという場合、このようなリセットの作業が必要になりますので、
売却する際に今回の方法を使うことが多いかと思います。とにかくきちんと設定を行っておかなければ、相手がその iPhone や iPod Touch などに自分のアカウントを設定することができなかったり、あるいは売却する場合もおそらくちゃんと買い取ってもらえないのではないと思います。ですので、やや複雑ですが、ちゃんと今ご紹介した方法でリセットを行っておく必要があります。また、iPhone など Apple 製品の便利な使い方などにつきましては、別の動画でもどんどん紹介していこうと思いますので、その辺も興味のある方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。